ってる秋、1試合2発に手応えバッチリ、どんどん上がってきている。セリーグ阪神に1、広島、2024年7月3日松田、阪神、佐藤輝が目覚めた123打席ぶりの4号を右翼席に放つと、自らの失策で同点とされた直後の6回には逆方向の左翼に決勝本塁打。なかなか出てなかったので、やっと出たかって感じ、とヒーローインタビューで振り返った佐藤輝は、どんどん上がってきているので、しっかり打てるように頑張る、と力強く語った。佐藤輝選手は左へも大きいのを打てるのだから、全方位に打ち向けてもらいたい。今日がきっかけになればいいのだけど。ホームランもエラーも含めて、輝がいよいよ戻ってきた感じですではない。凄まじいパワーや、さすがとしか言いようがない。自らのホームランを帳消しにしたエラーも帳消しや。輝に望まれていることはこれよ。多少のミスを帳消しにする一発、しかも逆方向へ押っつけて打ったバッティングは、本拠地へ帰っても一発を期待できる。本人にとっても大きな2本のホームラン、一時同点につながるエラーはあったけど、それを取り返せたのが大きいね。佐藤はナイスバッティング。ただ前を打つ人が完全ブレーキ、もうランナーいるときは送りバントでいいから打線を止めないでほしい。やっと出ましたね。しかも2本とは、7月は何本打ってくれるか楽しみです。まあ今日だけで完全復調というのは時期尚早かもしれませんが、この状態が長く続きますように。停滞ミスを自らのバットですぐに取り返して素晴らしいね。このまま好調ぶりがずっと長く続いてくれるといいな。1年目はやれてた逆方向へのホームラン、久しぶりかな。これを待ってたのよ。ホームラン帳消ししたかと思ったら、エラーを帳消しのホームラン打つとか、攻守に大忙しですね。笑い。いつものテルが帰ってきたで、自作自演や、主演男優賞や、こやこっちのもんや、三立てや、やったれや。どんな名手だってエラーはする。要はそこでシュンとせず打って返せばいいのよ。良い状態を持続してくれ。大山は併殺多すぎる。佐藤輝4番でいい。輝の魅力全開の試合だな。佐藤輝が帰ってきた感じするな。俺たちの輝秋が帰ってきた。完全復活や。佐藤輝本当に2ホーマーで勝利できました。もちろん大竹のナイトピッチングのおかげもあり、明日は6号が出たら良いな。佐藤輝選手自身も手応えをつかんだのであれば最高。昨シーズンも7月からシーズン終盤までに15本のホームランを放っている。今シーズンも同様に夏場から秋にかけてホームラン量産体制となればチームは勢いづく。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。